林さん、ボーナスはいつ出るんですか？来週です。鈴木さんの会社は？明日です。楽しみですね。まず車のローンを払って、ゴルフセットを買って、それから旅行に行って。貯金はしないんですか？貯金ですか？僕はあまり考えたことありませんね。私はロンドンへ旅行に行ったら、あとは貯金します。結婚のために貯金するんですか？いいえ、いつかイギリスへ留学しようと思っているんです。へえ、独身の人はいいですね。全部自分のために使えて。私はうちのローンを払って、子供の教育のために貯金したらほとんど残りませんよ。